こっちですよ、八神さん。わざわざお呼び立てしてすんません。三越葉先生と仲良くしてたんだって？え、ちょっとよく聞こえないですね。もう少し近くで話せません？まあそれもそうだな。ここにいるみんな、三越葉先生をよく知ってるのか？いや、先輩方がよく知ってるのはハンピン・リューマンの方です。ハンピン・リューマン、ここらのギャングだよな。ああ、俺あん中にダチがいてさ、女連れで遊び行くと歓迎してくれんだよ。たまに小遣いだってくれるし、まあそういう関係なの。でさ、何か困った時はハンピンの名前出して構わねえって言われてんのよ。女の子を売る代わりによくしてもらってるわけか、強いお友達に。バカも使いようだ。おだてて味方につけときゃいい用心棒にもなる。道具はまず使い方を覚えなきゃ。遊び半分でいい気なもんだ。いつか気づいた時には向こうから食い物にされてんのがオチだぜ。気ぃつけとくよ。でもあんたは俺らより自分の心配が先だろう。今後俺らに少しでも手出したらハンピン・リューマンに歯向かったってことになるんすけど、状況分かってもらえましたかね、八神さん。とりあえず俺らに詫び入れときましょうよ。当然慰謝料もつけて。それ参考までにおいくら？100万。持ち合わせがなきゃいい闇金知ってるよ。そっちは清流会ってヤクザがやってる。ギャングの次はヤクザか。そんなのちらつかされちゃ子供扱いはできないな。あ？もう一発のギャングだよお前らは。抵抗した分は慰謝料上乗せね。ああ、分かってるじゃねえか松井。よっしゃ、やるぞ俺、袋だ。